穴山駅は山梨県新いらさき市、穴山町にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO48、標高518メートルに位置する。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームは重ね上げされていない。ホームから長い個線橋が駅舎へ伸びている。ホームの東京法一部は舗装されておらず、砂利が敷かれただけであって、 山梨県内では珍しい形態である。東京片線端部は下り線側のホームが一部欠け、上り線側よりもやや短い。2007年11月9日から発車メロディーが使用開始された。味わいのある古い木造駅舎があったが、山小屋風の簡易なものに建て替えとなった。無人駅であり、簡易水カ改札機と乗車駅証明書発行機が設置されている。 稀に管理駅のニラ崎駅から駅員が派遣されて、改札や乗車券取扱いなどの業務を行うことがある。なお、2015年4月1日より、駅及び駅周辺の美化活動を行うボランティアとして、JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。かつては、スイッチバックの駅であったが、複線化に際して廃止された。ここから、日の春駅間には、 曲線緩和を含めた複線過信線建設のため廃止された区間がある。4月頃に穴山桜祭が行われており、この時期のホリデー快速ビュー山梨も臨時停車する。案内状の番線番号は設定されていない。1日平均人員は山梨県統計年間の数値を1年の日数で割って算出。駅前広場。ありがとうございます。